スクールをご覧の皆さん、貞治八木です。ステップ3はアクセントを考えるです。そうなんです。リズムを中心に作っていくということで、短い音が速いテンポで入ってくる、周期的に同じように入ってくるというような形で曲を作ってます。低い音で鳴ってるベースとかでもずっと弾き続けるのではなくて、ボンとかボンボンボンだとか、空白の中から突然重い低音が入ってくるのでアクセントになるんですね。他の音、まあパーカッションとかも入ってるんですが、こうアタックのような音、短い音が定期的に忙しく入ってくるようなパターンで作ってあります。ベースの音のアクセントを加えたことで、リズムパターンの印象にくっきりと違いが出たのがわかるでしょうか。ここで質問です。音をどういう風に見つけていくか、足していくか、これはあんまりそんなに考える必要がないかなと思ったりもします。ドラムや他の打楽器から外れていなければ、何でも OK です。このアクセントが曲に新しい色を加えてくれる要素になります。その曲の持つ個性とか、そういうものに合ってるか合っていないかということを考えながらやることが一番大事かなと思います。歌詞をつけたり、ラップをしてみたり踊ってみたり、ぜひ思いの丈を、自分の頭にあるものを、この曲に合わせて表現してみて、ぜひワンダースクールに投稿してみてください。